アナ、お願いします。お願いします。ねえ、ちょっとおかしなことも言っていい？そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を変わる君と眺めてね。初めてのときめきだわ二人だから。扉開けて扉開けるな。もう二人だから教えてよ、何が好きか。3の1、僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、またそうだ。考えてること、感じていること、そう本当に似てるね。寂しい日々にもうお別れしよう。二人だから扉開けて飛び出せるな。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。